はい、皆さんこんにちは。トコラサ松戸店のはじめです。柏店根本です。高島です。矢田です。はい、じゃあ今日なんですけれども、まあ、こちらの席今空いてるんですけども、今日はなんとあの方が登場します。誰だ誰だ。レオじゃないんですよね。レオじゃないです。今日は今日はちょっと最初の挨拶にもあったんですけど、霹靂一閃の答えをしてもらおうと思いましてですね今日はなんとうちのトコラソのボス呼んでおります登場していただきましょう。先生先生軽いな、まあ、今日はよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。今日なんですけども、ちょっと初めてオーナー登場ということでですね、はい、イエイイエイということでですね、今日はオーナーらしいなんか答えをちょっといただきたいなと思いまして。え、よろしいですか。覚悟はよろしいですか。はい、みんなこの前の方みんな聞きたがってますんで。はい、すごいたくさんのお客さん聞きたがってますんで、ね、ということでですね、じゃあ今日は先生に質問コーナーということでやっていきたいと思います。はい、じゃあ誰からいきますか。はい、頑張っていきたいと思います。はい、じゃあ打ち合わせ通りですね、山本先生お願いします。はい、さっき打ち合わせしたの。はい、はい、トコラスを始めてから一番大変だったことは何ですか。はあ、いい質問ですねオーナーとしてってことですもんね。そうですね、オーナーとして。もうこれはもうみんなそうだと思うんだけど、うん、今回ですよ。なるほど。ああ、もう今回のこのコロナね3月、はい、4月から始まり、はい、盛り上げがドーン落ちました、はい、でその状況で、うん、お店をね、はい、やっぱ自分はせっかく始めたら続けたいし、うん、まあ、一緒働いてくれてるスタッフもいるわけだから絶対続けなきゃいけない。でその中でじゃあいつ収まるのかとか、もう全然未知の世界だったんで、今まで14年やってきたけど本当に初めて潰れるかもしれないと本気で思ったのが今回、それが一番ですね。これはどこのオーナーも多分同じこと。これはもうみんな、だ実際本当にねちょっとダメになっちゃってる人もいる中で、もう一応幸い今のところまだ頑張れてるんで、もう皆さんありがとうございますこれ大丈夫、全然大丈夫ですね、全然大丈夫です。いい感じです、はい、じゃあ次の質問、はい、柳田先生お願いします。はい、先生が独立したいって思ったきっかけと、独立したいって思った時期が知りたいです。はい、もともとは美容師始めた時に自分が一番やりたかったことって撮影だったりとかヘアショーとか、まあ、僕らね初めとかも一緒だけど、その頃ってそういうのが全盛期だったんで、そういうお店に入りたいって言って前行ったお店に入らせていただいて、でちょっとそういうお仕事をさせていただいてやったんですよね、うん、でもそういうのやるのってお休みの日に全部やるので、休みの日もう休み全部1ヶ月ないな、もうザラなわけよ、朝から晩まで営業中にね、本当にね疲れすぎちゃって笑えないので、あ、これまずいなって。でもやっぱり美容師の本職って撮影とかそういうのじゃなくて、目の前の対お店に来てくれるお客さんっていうのがやっぱり一番メインの仕事だって思って、そこでちょっと申し訳ないけどもうそういうの今後やめますっていうお話を事務所にさせてもらって、でそこからお店サロンワークをちゃんと集中しなきゃってやってたんだけど、その時はもう本当に独立する気なんてもう全然なくって、だけどこれ言っていいのか分かんないんだけど、
自分より上の先輩がそのお店に残れるシステムがなかった、要はある程度上になったら辞めないといけないんじゃないけど、なんかそういう感じがあったんで、それで独立しようかなって思って自分で探し始めてやったって感じですかね。それで、なんとなくイメージ的に30前までにはしたいなっていうのが思ってて、それで実際したのが29の年ですね。で、その時なんて経営のことも何も分かんないし、自分が見れるのは自分のお客さんこんだけいるぞ、失敗するはずないっていう、もうわけわかんない自信だけ で今の自分が独立したいですってもし相談来たら絶対に止めるぐらいふざけた感じでスタートしたね。スタートしたそう でも幸いお客さんも来てくれたし、お店もすごい忙しくなってすぐアシスタントも入ってきてくれて、本当にすごいお店やったタイミングはすごい良かったなって、だ今今お店をその状況で始めようと思ったら多分確実に潰れると思う。そうですね、やっぱり件数もこんだけ多いしスタッフも集まらないっていう時代なんで、だ本当にタイミングはすごい良かったですよね。これ見てくれてる人に何を伝えたいですか？これ見てくれてる人にね、今の話の教訓で何かあるの？教訓ね、正直ね、お金もなかったんですよね、全然。でも、借金だらけ。なんで、まあ借金はみんな誰でもするから、それは普通だと思うんだけど、本当にお店が欲しいなって思うのであれば、早めにお金はまず絶対貯める。ある程度貯める。で、経営の勉強も、セミナーとかもいっぱいあるんで、経営の勉強をする。あとはいろんな、まあ、美容師だけじゃなくてもいいんだけど、いろんな美容師とかあって人脈を作っていろんないい情報っていうのをすごいどん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 吸い上げてっていうのはもう必須だと思います。でも無理にする必要もない。だからやっぱり最初にさっき言ったけど、もともとそこに残れるシステムがきちんとあれば辞めないし、でもなかったから結局辞めざるを得なかったっていうのが本音なんで、今僕はやっぱり辞めないシステムをしっかり作りたいっていうのは今ありますね。はい。なんか面白くない？面白く喋りましょう。じゃあ面白くしてみます。ここから後ろ、はい、中島が私結構真面目に真面目でいいんじゃないですか。聞きたいんですけど、いいですか？いいよ、はい。スタッフの教育で一番意識していることというか、はい、大事にしていることって何ですか？真面目ですよね。一番大事にしていることは、まず美容師である前に人としておかし恥ずかしくないかというところはしっかり教育していきたいなっていうのはすごい思ってて、だからあのメーカーさんとか他の美容師の人がお店に来た時にしっかり教育されてるねっていうのを言われるとやっぱりすごい嬉しい。当たり前のことだから挨拶であったりとか、なんかそういうのは本当に最低限でも最低限って結構普通の社会人もできてないと圧倒的に多いと思うんですよね。なんか例えばなんかもらえました、郵送してきました、でしばらく会わないんだけどちゃんと会った時にお礼が言えるとか、そういうのはなんかもう
人間が薄っぺらい人にお客さんはやっぱりつかないかなと思ってるので、うん、やっぱり魅力的な人間になってほしいっていうのはすごい思いますね。まあ魅力的な人しかいないからね。ありがとうございます。じゃあ僕言わさせていただきます、はい、これでもみんな聞きたいと思うんですけど、はい、あのこの画面の前の方、はい、やっぱオーナー的に、はい、独立して良かったことと、ああ、あれあれ悪かったことっていうか、まあ難しかったことっていうか、なんかそのそれを両方聞きたいですね。後悔、あ、後悔したこと、もしあれば。独立して独立して後悔したこと、はい、分かんないですけど、そうだからこの今見てる人でだから独立したいっていう人が、はい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 、新人の子たちで、また美容師の人たちでいると思うんで、はいはい、その感じたことをちょっと、うん、このオーナー目線で聞きたいな、はい、ね、後悔したことっていうかね、あれあれってちょっと思ってたのと違うぞっていうのは、正直楽に見えるじゃない、こっち側の人が。そうそうそう、うん、下から見たら、なんか結構楽そうだなって正直やっぱり思ってたんだけど、思いのほか時間はないかなっていうのは、それは一番思ったこと。なんか営業して、要は 雑務がすごい増えたっていうのは、予想よりも多かったっていうのはすごい感じましたね。で、最初ほらちょっとさ、他の美容師の人なんかとね、口も聞きたくないぐらいアホだったから、確かに尖ってたから、アホでした。なんかもう自分の店が一番最高って本当にやっぱ思ってたし、でもそうじゃないんだなって思ってから、いろんな人に会ったりとか、結局ね、そのカットセミナーとかはよく行ってたんだけど、そういう経営者セミナーとかってあんまり行ってなかったんですよ。で、実際行ったら、これも知らない、あれも知らない、もっと知らなきゃっていうのはすごい感じたから、やっぱりやることはすごい増えたっていうのは、時間はないっていうのは意外でした、正直。もっとこう、ゆったりして、はい、もっとゆったりしてなんかって思ってた。でもダメだな、そうじゃないなっていうのは感じたね、うん、メリットは自分一人でやってる時って自分の売り上げがやっぱりどうしても一番になっちゃう部分があったんだけど、本当にこう自分でお店やってからスタッフがやっぱ成長するっていうことは、すごいこんなに楽しい嬉しいことなんだなっていうのはすごい感じれるよね。前は、以前のお店はやっぱりどうせ辞めちゃうから教えたくないなとか、すさんでましたね。だから変な話、自分のアシスタントしてくれりゃいいやん、別にこいつがスタイリストになんなくたって俺の売り上げは変わんないしみたいな、まあ、腐ってましたよね。でもそういうところからもうちょっと上に、うん、喜べるように、だからね、あ、だんだん最近すごい指名が増えてきたなとか、仕事楽しそうにしてるなっていうのを感じて、それはすごい楽しい。中島店長はものすごいしっかりしてきたなっていうのはすごいです。マジすごい、そういうのは楽しいな。もうちょっとさ、普段から言ってもらっていいですか。言ってるじゃん。ちょっとすごい、足向けて寝られないねって言ってるじゃん。初めて聞いたんですけど。今やっぱり目指したいのは100年続く企業っていうのは目指したいから、だから自分が死んだ後もちゃんと成り立つようなシステムを作ればいいかなって思ってるのは、だからそういうのがちゃんと少しずつだけどゆっくり出来上がってきてるなっていうのを感じるのは、すごい本当にそれは一番楽しい。はい。
じゃあもう一個なんか嫌なのがあるみたいなんで、お、今ちょっと思いついたんですけど、はい、他のお店の社長さんってなんかすごい硬いイメージ、なんかすごい偉い人、硬いイメージですけど、なんかトコラスのものってなんかどっちかっていうとそういうタイプではなくて、そのスタッフとの距離感がかなり近くて、なんか物腰柔らかい感じじゃないですか。先生ってどういうオーナーでありたいって思っているんですか？これはね、もうすごい本当にシンプルで、自分は一番偉くないと思ってるんで、一番下っ端ぐらいの勢いですよね。だからよくね、オーナーさん どちらですかみたいな、え、俺偉いぞってなんか出す人もいるじゃない。だからあれすごいかっこ悪いなって自分の中で思ってて、言い方変なんだけど、たまたま今お店の代表としてやらせてもらってるだけであって、自分がすごいからみんながやってくれてるとかっていう感じがない。あくまでもみんなが働いてくれてるっていうのがあるから、下からちょっとずつこうみんなをこう支えて少しでも前に進んでもらいたいなって思うから、でじゃあ仮にこれがすごいなんか威圧的じゃないけどあったら、やっぱりなんかあっても喋ってくれないんじゃない？なんかメモとかちょっとした、本当にこんなちょっとした悩みでも言ってくれて、それが解決するんであればすごいいいなって思うから、話しやすい環境は作りたいっていうのはあるからですね。はい、なるほど、近いっすね。じゃあ最後になんですけど、はい、まあ、今トコラソー、はい、まあ、いろいろみんな質問あったと思うんですけど、はい、まあ、オーナーとしてやっぱトコラソーちょっとこれからどうしていきたいかっていうのをちょっと最後あ言っていただいて、まあ、締めにしようかなと思うんですけど、はい、これはさっきの自分が独立したこととまあリンクするんですけど、男性は特に独立するかしか道がないっていうのがあって、お店として生涯その子を雇用できるシステムっていうのを必ず作りたいなっていうのが一番と、それができれば勝手に100年続く企業っていうのができるので、あとは美容師自体を辞めない子をいっぱい作りたい。仮にお店に入ってこう例えば結婚して遠くに行っちゃいます、だけどやっぱり絶対に美容師はずっとやりたいっていうような気持ちを持った子をいっぱい育てたいっていうのは今今後ずっと考えてることですね。だから1番は障害雇用、2番は100年続く会社で、3番は一生美容師をやる子を育てたいっていうのが今の今後の夢で、店舗は最低でもドーンドーン5店。まあ、今うち松戸と柏にあるじゃないですか。で常磐線沿線でやっぱり基本的には攻めたいんだけど、こうあればなんかあ聞いたことあるなってそのお店っていうふうになるかなと思って、今やっぱ2だからまだそんな知名度もないし、でもこうあればなんかどっかで見たことあるなみたいな人が増えたらいいな。それだけ大きければ働いてるスタッフもやっぱり自分の店に自信持つというか誇りを持てるかなって思うので、最低でもやっぱそこは持っていきたいなと思っておりますので、ご協力よろしくお願いします。おっす大丈夫ですかこれ。ということで、このカメラの前の皆さん、勉強になりましたでしょうか。オーナーになるってこういうことです。大変なこともたくさんあるみたいなんで、目指してる方はぜひ頑張ってください。偉くないからね。今日はこれで終わりです。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さよなら。お前食いたいの食っただけだろ。